この曲を聴くたびにおばあちゃんちを思い出すんですが、次歌わせていただきます。井上陽水さんで少年時代です。私たちは昭和の平成に流行った歌謡曲をカバーしている主婦ユニットなんですが、次の曲は1981年にもう私の青春ど真ん中なんですが、ね、リリースされた曲、出て一回り違うか、そういえばごめんそうか、譲れなかったそこは一回りが違うんですよ、ちょっと譲れなかったよごめんごめん、リリースしたの弟が生まれた年ですよ、マジかそんなになるんだね、はい。柏原芳恵さんでハローグッバイ歌わせていただきます。